イオモール岡山でお買い物中の皆さん、そしてインターネットで晴れ町テレビをご覧の皆さん、こんにちは。おいちきアナウンサーの篠田芳生です。さあ今日も始まりました、おいちきアナのクスクスのお時間でございます。担当するのね、私おいちきアナウンサーの篠田芳生です。よろしくお願いします。ということで、私といえばね、手話ということで、手話の語る福祉担当していまして、今もね、よろしくお願いしますというのをね、手話で、紹介させていただきました。手をグーにしてよろしくお願いしますとね、紹介させていただいたんですけれども、ちょっとね、私はこのおいちきアナのクスクスご無沙汰してたんですけど、いろんなプロジェクトねやっていまして、久しぶりの参加となります。でそのね、いろいろやってたというのも手話なんですよ。で、ご覧いただいた方もいらっしゃるかもしれません、9月の23日が国連が定めている手話言語の国際デーということで、28年間手話放送を継続している岡山放送でもやはり何かできないかなということで、あるキャンペーンを立ち上げたんですね。それが OHK 手話言語キャンペーンというもので、1日を通じてですね、手話というものへの理解普及を図っていこうというものなんですね。で、手話というのはどういったものなのかというと、聴覚障害者の言葉と言われているんですね。ですので、単純に手話と呼ばずに、ろう者の皆さんがですね、最近手話言語と呼ぶようになっています。一つの言葉としての手話で、なんでかっていうと、もともと手話っていうのはろう学校などでも使われていなかったんです、ね、なんでかっていうと、あなたたちは将来、聞こえる人の世界で生きていく、そのためにはやっぱり聞こえる人たちの言葉を身につけていかなければダメですよ。つまりそれは何かというと音声言語ですね。で、音声言語で、音声言語は聞こえないので習得のしようがない。だけど例えば健常者が話している口の形を見て読み解けるようになる、それは口話法というものなんですね。そういったものはろう学校でも主流だったんですね。手話を使ってはダメな時代があったんですね。で、もっと言うとですね、例えば愛想笑いをしなさいよ、どこかにその障害に対するそのいわゆる優勢思想というかですね、健常者の方が上にあって障害がある方が下にあるというような環境というのがやっぱり昔歴史を遡っていくとあったわけなんですね。でそういう中で、いやいや私たちは生まれながらにその好きで聞こえない、喋ることができないわけじゃないんだ、でその中で生まれてきた言葉文化というのが手話なんだ、だとしたらその手話を言語として認めていこうっていうような今流れがあるんですね。で、それが数年前に国連でも手話は言語ということでね、手話言語の日というのを定めていると、私たちが28年前に放送を始めた時に、これはやっぱり当時のスタッフすごいなと思うんですよ。手話が語る福祉っていうタイトルにしてるんですね。つまり手話が語る、語る、これはやっぱり手話の言語性を当時見抜いてたんですね。これが手話で伝える福祉じゃないんですよ。手話が語る、つまり手話というのは言葉なんですよということを28年前のスタッフがタイトルをつけて、歴代アナウンサーが引き継ぎながら今にいる。でその今は私が何かできることはないかと言って始めたのが今回の手話言語キャンペーンなんですね。でどんなことをやったのかというのを簡単にちょっとおさらいしていきますと、一つは夕方のニュースにほぼ全て手話をつけました、ね、画面のね、この隅に輪っかがあって、その中でね、手話ね、通訳者、ろう者の方が手話をしていたんですけれども、その様子ねご覧になった方もいると思います。あと、手話言語から考える情報アクセシビリティという特別番組をしました。そして、OHK 公式 YouTube チャンネルではですね、手話の映画というのも配信しました。で、あとアナウンサーがですね、私が届けたい言葉はねっていうのを見ていただきました。手話のね、みんなアナウンサーが一つずつ自分の大切にしたい言葉っていうのをね、勉強して手話で、表現したんですね。手話っていうのは言葉の意味をつかんで形にするんです。特別番組の中でもそういったシーン紹介しましたし、先日その夕方のニュースの手話が語る福祉の中で9月23日の舞台裏ってことを紹介したんですね。でニュースに手話をつけた時に、いろんなアナウンサー、報道記者が
聴覚障害者通訳者の皆さんとグループを作って、それぞれのパートに分かれてニュースを担当していったんですけれども、僕すごいいいなと思ったシーンがですね2つあったんです。その1つ目っていうのは、森アナウンサーが担当した芸術祭のニュースだったんですね。森アナウンサーが自分で、取材に行って、版画の作品を取材して、その芸術祭の中の一つの作品としてですね伝えるんですね。で、森アナウンサーが原稿を書くんですよ。でそれを聴覚障害者の方に、私はこんな気持ちで伝えました、こんな原稿になりました、これを手話で表現してくださいっていうふうにお願いしているシーンなんですけれども、作品の版画の作品のこの重みを感じる、重みのある作品っていうふうに書いたんですね。なんとなく私たち重みのある作品って分かりますよね。分かります、なんとなく感じる。でもその時ろう者の方が言うんですね、森さんが言う思いってどういう思いですかって言うんですね。森さん黙ってましたね。難しいですね。例えば作品をたっぷりインクを使って重みがある、実際に重いっていうこともあると思います。これが木の版画じゃなくて銅の版画だったんで、何かこうタッチがですねぐっと力強い、その重みかもしれません。あとはなんかトーンがすごい重い、考えさせられるなっていう重さかもしれません。あとは何かその力強さなのかもしれませんね。で手話っていうのはさっきも言ったように言葉の意味を汲み取って形にするんで、具体的な言葉でないと伝わらないんですね。僕はそこに言葉としての魅力をすごく感じてますし、アナウンサーとして普段まあこうやって今もねもう始まってもう 7,8 分ブワーッと喋りますよね。その一つ一つに思いを馳せられてるのかっていう自分自身のこう学びにもなるわけですよ。音のない世界で言葉と向き合って、その言葉の一つ一つを発することの大切さっていうのを学んでるんですね。で森アナウンサーもすごくアナウンサーとして自分が言葉に向き合うことの大切さっていうのをそこで感じてくれて、あ僕はやってよかったなと思いましたね。でもう一つは報道記者の防災士の資格を持っている記者がですね、防災の特集に手話をつけましょうっていうコーナーだったんですけれども、そこでこう VTR をね見てもらった時にあることが起きたんです。備えの壺でスポンって言うんですよ。よくあるじゃないですか、テレビで音楽がねなんかタイトルが出ててパララララーンとかドーンとか言ってこうインパクトをつけるっていうために効果音をつけることがありますよね。で僕は説明したんですよ。でね皆さん今備えの壺って言った後にここでポンって鳴ってますよって言ったんです。そしたら聴覚障害者の方がこうやって言ったんですよ。篠田さん、ポンってどういう意味があるんですか、私生まれてから一回もポンって聞いたことがないんです、なんでポンなんですか。僕はハッとしましたね。あ、強調するためにつけたんですというふうに説明するんです。あ、だったら分かりました、だったらねえねえみんな見てってね、そこにあえてつけてそのタイトルを強調するようにしますね。何か伝え手として大切なことっていうのをこの1日のキャンペーンで、皆さんにはもちろん手話への理解ってことはあるんですけれども、私たちスタッフ側というかね、そもそも放送を作っていく側もすごく勉強になったのがこの9月23日の取り組みだったなと思ってます。でそしてその先にあるものって何なのかっていうと、どうしても私は手話ニュースとか、まあ、この手話が語る福祉というコーナーもそうですよね。私たちが手話福祉とか名付けて枠を作ってるんですけれども、まあ、担当者としてはちょっと矛盾した言い方になっちゃうかもしれないんですけれども、私たちがわざわざそうして、タイトルをつけて名乗ってくくって、そういうことがない日が来るのが僕は一番望ましいと思うんですよ。聴覚障害者の方はこの時間にこういうふうに見てくださいね、限られた情報を受け取りに行くっていうスタイルじゃなくて、いっぱい溢れている情報にいつでもアクセスできるような、そういうのが情報のバリアフリーじゃないかなと思うんですね。それはだから目の見えない方も、耳の聞こえない方も、もっと言えば私たちも一緒だなと思うんですね。でなのでこういう例えばイオンモール岡山に来てインターネットショーでクスクスを見た時にでも、あ、私も楽しめるチャンネルっていう風に実現できていったらいいななんていう風な
思いも持っています。ということで、今回は9月23日の私がやった手話言語キャンペーンへの思いというのをやったんですけれども、やっぱりその根底にあるのはですね、やっぱり手話への理解ということで、ここでね毎回恒例にしているワンフレーズ手話というのをね、最後にね皆さんで確認していけたらななんていうふうに思っています。これまでもねいっぱい皆さんやってきましたよ。もう覚えてますね、この間のその9月23日やった時、私たちの後輩でもですね何人かその中の手話を覚えてくれて、実際にね使ってくれた人もいるんですけれども、少しだけおさらいして新しいのいきましょうか。ということで、まずね覚えやすいここからいきましょう。こちら、はい、岡山ね、岡山ってどうやってやりますかってね、言葉の意味を汲み取って形にします。で、当時の人はこう考えたんですね。岡山の特産で紹介しよう、岡山って。じゃあ岡山の特産って何だろうってね、いぐさだと考えたんですね。いぐさでむしろを編んでいるようなイメージですね。こうポン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 。でその時に大事なのは口の形も重要な要素になってますからね。表情、手の動き、口の形、岡山、はい、岡山ときたら次はこちらです。香川ですね。香川は漢字をイメージしてるんですね。コマーシャルでは岸下アナウンサーが表現しましたね。香る、まず2本の指で鼻の中に匂いがふっと入ってくる、香る川、香川と表現します。さあ次行きましょう。お疲れ様でした、ね、みんなお疲れ様でしたって、ね、どうやって表現するのか、ね、両手を握って手首よりもちょっとこう上のあたりですね、肘とこう間までぐらいですかね、この辺トントンってね、お疲れ様、優しくしてあげてくださいよ、ね、仕事をしてきた手をねぎらうんですからね、お疲れ様、お疲れって強くやったらもうなんか今日、はい、早く帰って、早く帰ってっていう風なイメージで取られちゃう。お疲れ様でしたってね。でこのお疲れ様って実はねエピソードがあるんですけれども、9月23日に放送して、10月の1日が、毎月第1金曜日ということで私の手話を語る福祉の放送だったんですけれども、そこの放送をねもうすぐ YouTube とかインターネットサイト、ニュースサイトに上がるんで見ていただきたいなと思うんですけれども、私たちはこれからも手話放送を継続しますって特集の最後に私がスタートす、あのスタジオでいつもやるんですよ。で以上特集でしたってこう終わるんですよ、大体以上これで以上終わりでした。でその時だけ、以上特集でしたって口では言ってるんですよ。でこれは分かった人ほんとごくわずかなんですけど、以上特集でしたって言った時に手話をつけたんですね。以上特集でしたって手話したんですよ。あれなんか違うなって思う人、この方はねよく勉強されてる方です、ね、以上特集でしたなんですけど、皆さんお疲れ様でしたっていうのを実はやってました。まあ放送なので特定の方だけにねお疲れ様でしたっていうのもどうかなとは思うんですけれども、やっぱ本当にあの日一日ね手話放送に臨んだろう者通訳の皆さんって頑張ってくださって、やっぱ28年間テレビに手話をつけたいという思いでやってきた方が、その思いが実現した日だったんで、なんか僕なりのね思いを伝えられないかなということで、大々的にはできないんですけれども、以上特集でしたって言いながら皆さんお疲れ様でしたと。でもインターネット上ではね結構あ篠田さんなんかこうメッセージ的にこうやってるっていうのをすぐ気づいてくださった方も何人かいらっしゃったようで、書き込みとかもありましたね、ありがとうございました。はい、ということでお疲れ様でした。はい、じゃあ次行きまして、こちらですね。はい、これが今日の新しいね、新しい、手話です。ぜひ皆さん覚えてください。緊張する、緊張ってどういう時に使いますね、えなんかステージに立ってね、ああ緊張、これ寒いですかね、緊張してる時ってどんな風になります、手が震えるね、え心臓がドキドキいません、それをイメージして緊張、緊張、
ドキ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 、これで緊張って表現します、ね。緊張するかもしれませんけれども手話で表現するのを頑張ってください、ね。応援しています。ぜひ皆さんね、ちょっとずつ手話をね、私ここで何か教えるっていう立場でもないんですけれども、皆さんと一緒に手話をね、表現を共有して、ちょっとずつ皆さんと一緒に表現して、手話の輪っていうのを広げていけたらなと思っております。ということでですね、今日の OHK アナのクスクス、私篠田がですね、手話を語る福祉を通じて様々な手話のね、表現をご紹介していきました。ぜひね、これからも手話への理解深まることを願っています。それではこの後もお買い物をお楽しみください。